海の画像は、横山信義作の架空戦記、前後艦、当機諸行の続編である。マーシャル航空戦サイパン置き海戦本土教習艇と、工房新珠湾の外科ら因引資源地帯をめぐる工房で、日本軍は、米太平洋艦隊を撃破した。両軍は、戦力の拡充を図り戦線は硬着化する。1943年11月。 戦力の拡充を果たした米軍は、反抗を開始。戦艦を主力にした米軍に対し、航空主兵主義へ全面的に転換した日本軍は、マーシャル裁判で出血をしいつつも、戦場は日本本土に近づく。この苦境を打開するために、日本軍は、起死改正の策に出るが、同時に、米軍も新たな作戦を実行に移す。前作、冬季諸行と合わせて記述する。 史実とは似ているが異なる経過をたどった第二次世界大戦その一局面である太平洋の戦いを描いた作品である。作中では戦闘シーンと作戦会議のシーンが主体であるが意図的に政治的な駆け引きに関する描写が控えられたことによるものである。横山は以前別の作品の後書きで読者から寄せられた主な意見とそれに対する姿勢の 共鳴を行っており、活躍する感染の選択基準を示している。こうした新種の姿勢から、本作の演出にも何らかの影響があったと考えられる。また横山は本シリーズを出版する約10年前、似た点があるプロットで、修羅の波頭を書いた。しかし、本シリーズの交渉は、初期の作品群に比較してその過程が、はるかに練り上げられている。 ないしリアリティを高められていると言える。また、改変やことの成り行きによって史実より有利になった点があってもそれをもって万事解決とせず、各種の効果の大きさは他の作家や一部評論家が評論で行う家庭の話よりむしろ厳しくなっている。この点も命中率を異常に高く設定していた88艦隊物語などに比較して、 横山の姿勢が大きく変化した点である。なお参考文献に戦士奏書が挙げられていることからわかるように、史実で検討されたり実施された兵力配置、作戦、兵器、戦術等を、攻守、勝敗を逆転させたものが多数登場する。その多くは日本側から見て史実では、 無念な結果に終わったものが多く取り上げられており、著者の言葉でもそうしたことへ配慮した胸の記述が見られる。細かい兵器のボンミスを除けば、高に義士の描く表紙との連携も他の架空戦記より強化され、一般の架空戦記の表紙が作品世界のイメージ映像のようになっているものが多いのに対し、一段進んで作中の一場面のようになっている。戦略レベルでは、まず、 オーストラリア及びニュージーランドが英連邦離脱と日米との中立条約の締結を行った。この結果としてヨーロッパ戦線では兵力の供給源を失ったイギリス側に対して不利な情勢となっており、その結果として連合国側がアメリカから日本へと先に戦争を仕掛けさせた。この結果連合国は帰って乱れ、連合国よりとはいえ中立を維持する国も現れた。 独意は、自動参戦条項により何の問題もなく、対米戦に突入し、連合国側は外交で大きな歌詞を生んだ。また、このことにより、戦略レベルでは、史実では、日本の防守するべき正面は、インド洋やソロモン諸島まで広がってしまった。しかしながら、本作品ではオーストラリアが中立を宣言しているため、米合社断作戦を実施する。 必要は皆無であり、その結果として、ソロモン諸島での消耗戦は正規し得ず、主な戦線が、マーシャル諸島、マリアナ諸島の間で、コンパクトにまとまっている。史実では、日本の戦争指導方針は、長期戦と短期決戦の間で揺れ動き、初戦では、様々な面で、長期戦体制への切り替えが十分ではなかった。しかし、本作では大国であるアメリカから先に戦争を、 仕掛けられ、開戦当日のみならずその後も大きな損害を受け続けて主勢に回ったことによって、最初から短期決戦での勝利が不可能となる。陸海の高級軍人の意識改革は、こうした一種の恐怖感の下でスムーズになされた。そして長期戦を前提とした各種の施策に力を入れることになる。回戦初日の敗北は、その象徴としても登場する。結果として、 日本側の作戦指導に好ましい結果をもたらしている姿が作品中では描かれている史実では無意味とまで評価された同盟国の友好活用も行っているつまり外交や戦略面での条件の変化と 相まって、ヒトラーの判断を適切なものに変更し、ドイツを大祖戦で勝たせることにより、数軸側に大幅に有利な戦況を作り出した。第二次世界大戦では、欧州が最も比重の大きな戦場であり、この改変は後に大きく影響する。シュラシリーズでは、欧州戦の改変が十分なレベルではなかったが、本作ではより徹底している。また、やや影響の、 小さな出来事であるが、日曜連絡もより楽になったと考えられる。本作で独位が欧州戦を有利に進めた背景には日本が史実以上に抗戦し、開戦初期に英米の空母をはじめとする感染喪失が増加した影響も存在する。こうした経緯から独位側の態度が軟化し、彼らにとっても史実以上に信用に値する。 同盟国となることを意味すると考えられる。なお、史実では、米西機空母も大戦中期までは大西洋においても重要な存在であり、一石が持つ価値は非常に大であった。また、常実の国際情勢の変化により連絡飛行のルート選択や途中での撃墜の可能性が大幅に低下するほか、西部戦線に大量の航空兵力が移動すれば、 潜水艦の墓場であったビスケーワンの紹介密度に影響すると考えられる。こうした影響からか、ドイツ技術の導入が円滑にいかなければ不可能な描写も登場する。本作には、史実兵器の改良、改装のほか、名称以外は全くの別物や完全な新規装備と見られるものが存在する。初期のシリーズから品質する設定として、日本が 航空主兵に転換した際に艦隊防空力も合わせて強化することが挙げられる。具体策としては搭載力の低い空母直江オ人とし、巡洋艦を防空艦化する手法が用いられる。前者は、史実でも意図されたものである。ただし、修羅の波頭では、初戦でミッドウェー海戦並みの損害を受けているにもかかわらず、 史実で真っ先に検討された巡洋艦の空母化改装は実施されず、防空巡洋艦化が行われており、空母改装予定艦も現場の予防で残されてしまった。したがって史実では最も重視された航空機のプラットフォーム確保という点では十分に注力されていない。一方本シリーズでは正規空母は健在であり、下記に示すように戦争中に3隻の正規空母が 追加され、機動部隊では攻撃任務の主役とされている。これらの正規空母軍が存在したために、タ高型が量産性を高めるため来撃機の搭載を諦める設定も不自然さを感じなくなっている。また、空母の損失が軽微なため、史実と対象すれば海軍中央には航空機の恐怖心だけが焼き付くと考えられ、戦艦より 脆弱な空母が簡単に沈められないように、巡洋艦の防空艦化したとも考えられる。そうでなくても、史実の日本海軍が本来は、こう、棒で、バランスの取れた機動部隊編成を目指していたことを考えれば、より自然な選択となっている。したがって、シュラシリーズと比較して、より適切なギミックを与えられていると言える。なお、史実では、 公格砲の評価は海戦後実践を重ねることにより低下し続けたため防空力の強化には基準を主体としたという事情がある。このため本作のように海戦兵器等に施策が変更を強いられれば公格砲生産に史実以上に注力することは自然と解釈できる。また兵器の生産準備には書面での決定から時間が必要だが本作では リーディングタイムを史実より長く取れ、新型法の開発開始内視重点化を早めるといった意味でも無理が少ない。感染航空機感染。ありがとうございます。